J-WAVE American Football Radio American Football Radio 一日のスタートをアクティブにデザインする American Football Radio 日本時間の2月2日月曜日に行われます NFL の優勝決定戦スーパーボール。このスーパーボールは世界有数のスポーツエンターテインメントイベント。この時間はそのスーパーボールを楽しむためにアメフトの魅力をアメフトビギナーの方にも分かりやすくお伝えしていきますよ。月曜日と火曜日は NFL にも精通するスポーツジャーナリスト生島淳さんによるアメフトの文化と歴史の解説、そしてアメフトをより身近に楽しむために知っておきたいルールやキーワードをご紹介しています。今日はですね、20代のビジネスパーソン必聴、 NFL スーパーボールでコミュニケーション術をアップさせるコツご紹介します。果たしてそんなことができるのか、その真意を解説してくださるのは今日もこの方。おはようモーニング、スポーツジャーナリストの生島淳です。今日のテーマは50代の上司にごまをするならアメフトというような話をしたいと思いますね。実は日本におけるアメフトの第一世代は、これは僕は50代中盤の方々じゃないかなというふうに思います。僕自身は今年は年男めーの羊年なので48歳なんですけれども、50代の方々、特に東京近辺で育った方は大変アメフトに詳しい。これはなぜかと言いますと、東京12チャンネルで放送していたらしい、1970年なので、その時強かったチーム、マイアミドルフィンズだとかピッツバーグスティーラーズのことが大好きなんですよ。でちょっとまあおしゃれな人はドルフィンズが好きで、まあ50代のちょっとおしゃれな人に、ドルフィンズっていいっすよねって言ったら、もうそれで、食いついてきますよ。間違いないと思います。今日試していただきたいなというふうに思います。で時は流れまして、僕が見た記憶があるのは、TBS がスーパーボールを中継してましたね。スティーラーズとラムズという対戦を僕は見た記憶があります。月曜ロードショーっていうね、荻正弘さんが解説していた番組があったんですけど、その枠でスーパーボールを中継してたんですよ。まあ、こういうのがあるんだというようなことで、ずっとそれからアメフトを40代50代の人たちは見てるんですね。つまり視聴習慣があるってことなんですよ。なのでね、若い方々もね、J-WAVE でスーパーボール聞いて、もうこういうのがあるんだということで興味を持っていただきたいというふうに思うんですけれども、ただ40代後半50代になりますと昔話が大変好きなんです。それを若い人とできるというのが大変嬉しゅうございます。ということで、日本のアメリカンフットボールはまあ、テレビ東京 TBS そして日本テレビというふうに移っていくわけですけれども、そういった時代があったんだなと。結構若い人はもうそれで、文具にねアメフトのロゴの入ったものを当時使ってたりしてますので、本当に自分の青春時代をね、思い出してくれるのが実は NFL スーパーボールということになりますので、若い方々そういったことをちょっと頭に入れておいていただけると嬉しいかなというふうに思います。なるほど、40代50代世代の方に馴染みがあるのがアメリカンフットボール。生島さんの紹介にあったドルフィンズね、これマイアミのチームです。それからスティーラーズ、ピッツバーグのチーム、現在も強豪の老舗チームですけど、まあこれにあえて僕が加えるとしたらサンフランシスコ 49ers ですかね。確かにね、僕よりもちょっと上の先輩たちですね、ジョン・カビラさん世代ですかね、まあ言ってみたら、あるいはクリス・ペプラー兄貴の世代ですね。うん、持ってたはずです、絶対に。筆箱とかペンケースとかね、それからちょっとしたバッグでアメフトグッズってやつ、今あんまり使わないバインダーってやつとかね。バインダーって今も使えますか、文房具でパチッとこう止めるやつなんですよ。二ケツとか穴が開かないやつねえ、あるんですよこういうのでね。アメフトのこうロゴの入ったグッズがもう大好き。生島さんがおっしゃってるようにどうですか、上司とコミュニケーション、アメフト NFL で職場でコミュニケーション意外と乗ってくるかどうかね、50代の先輩たち。
気になりますね。早速今日チャレンジしてみてはいかがでしょう。さあ続いてはアメリカンフットボールの基本的ルールや言葉を生島淳さんが紹介するビギナーズスタディ、今日も行ってみましょう。今日のキーワードはヘッドコーチでございますね。まあ本当に大男の結構わがままな選手もいるんですよ。俺の出番はないのかとか、あとミスするとね選手同士で喧嘩しちゃったりとかすることもあるんですけども、それを束ねているのがヘッドコーチですね。ヘッドコーチ NFL で面白いのは、高校までしかプレーしたことがない人がヘッドコーチとして成功しているというようなケースもあるんですね。ペイトリオッツのヘッドコーチビル・ベリチックは高校までしかプレーしていません。ただしお父さんがアメリカンフットボールのコーチで、子どもの頃からビデオ分析の手伝いをしていて、なんとスーパーボウル優勝まで導くというようなオタクの神様なんです。僕尊敬してますビル・ベリチック。今日のキーワードはヘッドコーチ。まあどんなスポーツにもね、コーチ監督っていうのは必ずいるわけですけども、生島さんが尊敬するアメフトのコーチビル・ベルチック、今年もペイトリオッツを率いて AFC アメリカンフットボールカンファレンスの東地区で首位となった名将でいらっしゃいます。まあ日本だとなんだろうな、高校野球に近いんですよ。こっから言わせるともう甲子園、もうそういう感じ、もう各地域の高校中学もうこぞってアメフトをやってヒーローになっていく、その周りのコミュニティ、またヘッドコーチでいうと名選手が名監督にあらずと思いますけどね、組織プレーが重要なアメフトにおいては、このこうしたヘッドコーチの采配が非常にこれ勝敗を大きく左右する。タイミングもすごく重要なんです。まあどんなスポーツもそうだといえばそうなんですが、改めてコーチの存在、皆さんの周りにもいるでしょ、アメフトじゃなくても名将と言われてる人、地域のコーチ。さあ、番組ウェブサイトではこれまで紹介したビギナーズスタディのほか、生島淳さんによるアメフトの楽しみ方テキストでもご紹介していますよ。 J-WAVE では日本時間の2月2日に行われますスーパーボウルを日本で初めてラジオで生中継、このスペシャルプログラムのオフィシャルフェイスブックも立ち上がってます。ぜひ皆さんこちらいいね広げてください。拡散希望です。あなたのまずいいねをお待ちしてますよ。当日はこのフェイスブックでも日本初のラジオでのスーパーボール中継盛り上げていきたいと思います。アメリカンフットボールラジオ、明日もお聞き逃しなく。